はい、皆様どうも。本日はこちら、釜主ミーでスマブラプレイヤーの上位わずか 3%。VIP を目指すコーナー。撮影時の VIP ボーダーはおそらく、世界戦闘力638万とかあたり。ダークサムス、指紋あたりももうすぐなのですが、もちろん今日使うのは釜主ミー。おそらくあと3連勝ぐらいで VIP いけるはず。最初のお相手はロボット。さあ、ここ大事な一戦、しっかり勝たねば。そしてカマミーを使い続けて気づいた、定番の竜巻からの回転切りコンボが強いのは当たり前なのですが、このキャラ、空へと空下もかなり強い。その空下がさっきから全然当たってないが。大丈夫、もうロボットの動きは掴んだ。いや、掴めてねー。だ、大丈夫、次こそきっと。やっとしっかりヒット。ふ、狙い通りかな。狙い通りになるのが遅すぎだったかな。さあ、ダメージはほぼ互角の展開。押し、空前に連続ヒット。そして回転切りで急なメブ戦からの不意の一撃。からの謎ビームに突進。さすがに突進でビームは切り裂けない。やっぱこのチャクラムも強いなマジで。なんか強いとこばっかだが。この突進もめっちゃ有効だし。あ、でも主のこの技構成だと、復帰がめちゃくちゃ弱いのでそこかな弱点は。なるほど。さあ、ここからノーダメージで一回倒すぞ。ナイス回転切り。チャクラムの精度はなかなか。来たぜ、竜巻からの撃墜パターン。回転切りじゃなく上フィニッシュ。すばしっこいぜカマミー。押し押し、相手に流れを持っていかれないように。連続ヒット、ええー。ここは繋がらんか。お、やっぱ不意打ち突進は効果的。押し、このままにストック目削る。ちなみにロボットのこの回転、竜巻も弾き返せるので注意。ちょっと回転アタックに対応できてないな。しっかりガードガード。危ない危ない、ロボットの空上も強力。ここで倒しきりたい場面。で、竜巻反射。やられたぜ。でもラッキー、相手の攻撃には繋がらず。で、しまった、華麗に寝てを決められた。ロボットのこれは強力。今のは仕留めたと思ったのに。もうダメージ約180か、粘られてますな。そう、こういうとこでパッと倒せないと、悪い流れになりがちなのがスマブラあるある。お、コマヒット。惜しい、かわされた。惜しい、これはもらった。空中回避の隙に合わせて撃墜。さあラストストック。撃墜される前に、できるだけダメージを与えておきたい。ここ踏ん張りどこだ。押し押し、いい感じに相手にダメージ。やべ、また竜巻反射されてもうた。読み合い読み合い。まだまだ、まだ死なない粘るでカマミー。ぬお、今の回転切りは当たったと思ったのに。そして埋められるカマミー。ふ、ぬしレバガチャは早い自信あるのだ。まだまだ死なないぜ。お、気づけば粘って相手のダメージ100超えたな。ここで主、謎のウエスマためため。そりゃやられる。まあでも、めっちゃ有利なのは変わりないで大丈夫。ここで最高の位置で竜巻ヒット。もちろん逃さない。惜し、まずは一勝、リップまであと一勝か二勝なはず。さあ、世界戦闘力はどれぐらい上がるかな ?638 万後半。でもビビったー。ってことでまさかの一戦でリップ、釜主ミーでした。
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。